10月14日から23日までの間、松山市中心部や道後地区などでアーバンデザインウィークと題した社会実験が行われました。この様子を主催者撮影の映像でお送りします。これは松山市が地元の大学や民間企業などと連携して進めるまちづくり活動の一環です。期間中、松山スマートシティプロジェクトのフィールド実証実験として7人乗りのジャンボタクシーを運行し、イベントが行われる拠点をつなぎました。イベントは花園町通りにあるモブルラウンジを中心に、期間中の土日には道後地区や三浜地区などでも行われました。三浜商店街では三浜の歴史や人々の記憶を文字や写真などで後世に伝えようとメモリーミュージアムがありました。松山市総合コミュニティセンター子ども館前では、未来の中の川水辺の癒し体験と題して、親子で水辺での憩いの空間を楽しんでもらおうという企画もありました。 JR 松山駅の南側の敷地には23日日曜日1日限定で仮設の芝生広場が作られました。およそ60平方メートルの広場の中にはハンモックやテント、テーブルなどが用意され、青空の下、来場者は思い思いにイベントを楽しんでいました。このほか道後地区では宝厳寺からの夕焼けを楽しみながら地元の歴史を学ぶツアーもあり、多くの市民でにぎわっていました。